こんにちは、茂木和也です。今回は、お風呂の桶と椅子についた水垢を落とした時の動画の解説です。では、行ってきます。我が家の桶と椅子です。えー、っと、これ、えー、っとですね、これ、かけたスプレーは、えー、っと、茂木和生ハゲお風呂用です。あの最 去年ですね、あのモデルチェンジしまして、お風呂の生ハゲ、あのピンクの液体の生ハゲがついているお風呂の生ハゲから、茂木和屋デザインの、このお風呂の、お風呂のじゃないや、生ハゲ、お風呂用に変わりました。これを適当にスプレーして、あので、これ使ってるあのスポンジが超人タワシゼットですね。水垢に特化したスポンジです。 生ハゲをふりっとうとすごく相性がいいです。で、それで洗っていってます。お、OK、けを洗って、で、次に椅子を洗ってと。まあ、ここは特別変わったことがないです。ただ、普通に洗っているだけです。はいで。5分置きました。5分置いてから柔らかくしておいて、さらにスポンジ洗いしてあげると。 で実は5分置いてからあのー、やっ洗ったんですが落ちないところがありました部分的にでもしかすると15分とか置くときれいに取れてたかもしれないですでもちょっと残ったのであのー、あれです茂木和也キッチン用で今度は洗いました残ったところを同じく超人たわし Z につけて洗いました で、シャワーで流しました。はい。before, after. 取れてますよね。before, after という感じです。で、あのー、最初から茂木ズやキッチン用で洗ってればよかった。 と思いましたがあの私の,あの考え方では、えー、やはり研磨剤っていうのは最後の出番っていうふうなのが自分私のルールーなんですね、えー、なぜかというと研磨剤は少なからず素材にちょっとあの抵抗が入りますのできあのダメージを与えてしまうということなのでできる限り使わない方法で 落とすというのが理想なんですなのであの水垢であればまず酸性洗剤を使うと別にあのもてぎかずやなまはげおふる用でなくてもクエン酸でもいいですクエン酸を試して落ちなければその後に残った汚れもしくは落ちない汚れにクレンザーを使うということですねで えとできれば普通の洗剤で酸性洗剤でクエン酸を含めて酸性洗剤で落とすのが理想ですで今回は5分しか置いてませんでしたが15分置くともしかしたら取れたかもしれないですそうなるとクレンザーの出番はなくなるということでクレンザーはあまり使わないようにした方がいいと思いますはい以上 ゴケと椅子の水垢を落とした時の動画の解説でした。ありがとうございます。